こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカウチョビットは始めていきましょう。では決勝戦ですね。練習飛ばします。はい、決勝戦やってきました。キャピタル東京とぶつかります。もう全力を尽くして勝利2冠を狙いたいと思います。さあ、いよいよトップオブ N スタジアムで行われます。ジャパンカップ決勝戦となります。まあ危なかった。さあ萌え緑オフサイド。決めてしまっているんですね。チャッター先して緑が決めました。危ない危ない。もうファウル取られてたらペナルティーキックだったからな。これがいい。あっと入った。2点目です。慎重ですね。バウンドしてゴールラインを割りました。再び緑。然相手は攻撃的に布陣変えるわけですからね。前半終了です。さあ疲れが出てるのは最後のみですね。3人の中ではまあミオが一番能力が高いんでミオに変えていって後半さあ戦い抜け無事になったら怖いからな相手も。ん？何？え？イエローカード怖いですね。揺さぶりをかけてきましたよ相手も。緑が取りました。まどかから勢いがすごい。そろそろ2人目3人目の交代です。アンビスとサツキを使ってサチコとマドカの交代ですね。ポジションを入れ替えます。早い。だんだん相手に迫ってきてる感じがします。落ち着いてこれさばいてほしい。堅実はサッカーだ。大事なのはなんとかキーパー返した。いいですよ。逆サイドへ。3位逆サイド。外してしまった。まだ相手変えてこないな。選手は一人しか変えてないですよね。それでいいのか。くるみ。動き回りますね。あ、取りました。くるみ一人ではちょっとくるみ大丈夫か疑ってます。危ない。コーナーキックになってしまいました。これはクリアです。時間が刻々と過ぎていきます。残り2分。さあアディショナルタイム1分いったか。緑くるみ決めた。3点目ダメ押しです。一気にチャンスが出てきてしっかりそれを決めましたね。完勝じゃないでしょうか。そしてやりました。ジャパンカップ優勝です。4回目ですね。リーグ戦に続きジャパンカップも優勝に。後続者2冠達成です。均衡を破ったら緑。はい、バウンドして吸い込まれていきました。萌えが先端に側へ行って緑。反撃はあったんですが、ここが唯一のチャンスかな。2番終了直前、平成リバウンドそしてリバウンドをくるみが強い弾道がゴールに突き刺さってジャパンカップ4回目の優勝を決めました。完勝です。これ2冠ですね。お、食器も選ぶんだ。10億。さあ、また年俸です。8億か、年俸がだんだん圧迫してきましたね。近く選手外さないといけないかも。みんな軒並み上がってますね。くるみなんかもう5400万になりましたよ。クラリスが異常に高いな。能力は上がってるんですけどね、ちょっと上がりすぎかな。みゆきなんか6000万ですからね、ちょっと上がり方に比例してないような状況見られる。いや、もうあんまり伸びてない。これって基本的にマイナスでなかったっけ。一番プラスなんか多いのはサヤですね。サヤとクラリスか。クラリス言うほど上がってるかな。したい協力パワーアップする選手は決めてあげていきましょう。というわけで前半はご覧の通り、監督成績リーグ戦優勝、ジャパンカップ優勝は12年目に続き2回目です。アジアチャレンジトロフィーもですね、しっかり取っていきたいですね。というわけでここまでになります。来年こそアジアチャレンジトロフィー勝ち抜きたいですね。もちろんリーグ戦ジャパンカップも取っていきたいと思います。そうそう、年俸が正直上がり方がやばいんで、取れなくなってしまうかもしれない。15年もやるんじゃなくて、早いうちに補強して選手決めて優勝していく方がいいゲームですね。5年やって気がつきました。はい、というわけで、ここまでとなります。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。概要欄、ブログ、ツイッター、プレイリストを記載しております。よろしければアクセスしてみてください。ツイッターのフォローもまだの方ぜひお願いいたします。カルチョビットアーをお送りいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。